皆さんこんにちは、霊夢です。皆さんこんにちは、マリサだぜ。今回は阪神ファンの暴動を止めた代打の神様、檜山慎二郎氏について解説していくわ。代打の神様ってのは知ってるが、暴動を止めたってのはどういうことなんだ？その点についても解説していくわね。よろしく頼むぜ。まず、プロ入り前の檜山氏についてざっくり話すと、1969年に京都で生まれ、平安高校から東洋大学を経て、1991年に阪神タイガースにドラフト4位で入団した。東洋大学時代には、東都大学野球リーグに通算76試合出場し、打率、3割1分8厘、本塁打13本、45打点の成績を残してベストナインに3度輝き、日本代表にも選出されるなど輝かしい記録を残している。やっぱりプロになるほどの選手はアマチュア時代からエリートなんだな。まず入団後の数年間は1軍と2軍を行き来する生活を送る。それが変わったのは4年目の1995年、ライトのレギュラーだった亀山氏の怪我によりチャンスをつかむと、115試合に出場し、2割4分9厘、8本塁打とまずまずの成績を残す。大卒4年目ということを考えると、本当にまずまずって感じだな。そして本人もレギュラーを掴んだのはこの年と語る1996年、前年の勢いのままに3番ライトで開幕スタメンを勝ち取ると、4打席連続本塁打を放つなど22本塁打を記録。打率も2割6分3厘、打点も73点を残すキャリアハイの成績を残した。当時、日本人の左打者で20本塁打以上を放ったのは藤田平氏、掛布正幸氏に続いて3人目だったんだ。それはすごいな。翌年以降が楽しみな成績だぜ。ただ、その翌年には4番として23本塁打、82打点と前年を超える成績を残したものの、打率2割2分7厘、三振150と両極端な成績を残してしまう。確かに檜山氏は三振が多かったイメージがあるぜ。それにしても2年目の村上選手みたいな成績だな。確かにね。ただ村上選手のように右肩上がりの成績を残すことはできず、外国人選手や新人の坪井氏の台頭もあって、その後の数年間は代打に回ることもあり、出場試合が減ってしまうんだ。プロで活躍し続けるのは難しいんだな。そんな中で迎えた2001年、開幕当初こそ控えに回ることがあったものの、シーズン途中からはレギュラーに返り咲き、3割、12本塁打、57打点の成績を残して、三振の数も62に抑えた。そしてこの年からは選手会長にも就任するんだ。以前の三振かホームランかみたいなスタイルから随分とフォルムチェンジしたんだな。長打を狙いすぎない打撃スタイルに変更したことが好成績につながったのかもしれないね。実際翌年の2002年にも2001年とほぼほぼ同じ成績を残すことができているんだ。11年目にして覚醒してきた感があるね。しかし、2002年は檜山氏にとって悔しいシーズンになったんだ。どうしてだ？一つ目は怪我だね。終盤に左肩を脱臼してしまい、チーム失速の原因になってしまった。そして二つ目は新戦力の台頭だ。プロ6年目にして102試合に出場し、3割1厘、18本、51打点の好成績を残した浜中治氏に加え、広島カープから金本智明氏の移籍が決定的になった。それはなかなか辛いものがあるな。そういう状況もあってかオフに FA 宣言をしたんだけど、期限内に他球団からのオファーがなかったことや、星野監督からの慰留もあって阪神に残留したんだ。そこで移籍しちゃってたら、代打の神様は生まれてなかったんだな。よかったんだぜ。翌年の2003年には一塁にコンバートされたものの、浜中選手が怪我をした5月以降はライトに定着し、サイクル安打を達成するなど、チームを18年ぶりのリーグ優勝に導くんだ。さらに日本シリーズでも、決勝タイムリーや本塁打を放ち優秀選手賞を獲得する活躍を見せ、チームを牽引した。代打の神様。になる前も頼りがいのある選手だったんだな。さらに2004年には自身キャリアハイとなる大活躍。
2005年は、昨年からやや成績を落とすものの、チームをリーグ優勝に導き、まさにプロ野球選手としての旬を迎えたんだよ。でもこんなにスタメンで結果を残した選手が、代打の神様と呼ばれるようになったのはなんでなんだ。それは2006年と2007年の大ブレーキも影響しているかもしれないね。というのも檜山氏は、ここまで安定した成績を残していたにもかかわらず、2006年と2007年で2年連続打率1割台で終わってしまうんだ。ちょうどこのあたりから代打での起用が多くなったんだよ。なんでこんなに急に成績が悪化したんだろうな。そして進退をかけて臨む2008年、檜山氏は開幕から代打で安打を量産。打率3割をマークしたことで、代打の神様を襲名することとなる、2度目のフォルムチェンジか。成績を落としても、自身のプレイスタイルを変えて復活するのは本当にかっこいいぜ。2009年はそこまで振るわなかったものの、2010年には球団の代打通算安打記録を塗り替えると、2011年には球団新記録の代打通算14本塁打、球団3位の代打通算87打点を記録した。これぞ代打の神様だな。しかし、檜山氏を左鎖骨骨折の怪我が襲う。うわぁ、この年で怪我はきつそうだな。そうだね。復帰はできたものの、2012年から2013年にまたがって22打席連続ノーヒットを記録するなど成績は振るわず、2013年も代打通算150安打や代打通算100打点など、代打の神様にふさわしい輝かしい実績を残したが、この年限りでの引退を決意するんだ。長い間お疲れ様なんだぜ。実はこの2013年、チームは2位になったため CS に出場することになるんだが、ここで事件が起こってしまったんだ。事件、阪神ファンが暴動を起こしそうになるんだ。なんでだ。大事な CS の1戦目で、当時エースだった能見投手やメッセンジャー投手を温存しルーキーの藤波投手を登板させる起用や、打てない打線に失点を重ねる投手陣、全く見せ場のない試合展開に阪神ファンの不満が爆発寸前になっていた。だから暴動が起きそうになったんだね。そう。私は当時甲子園で試合を見ていたんだけど、怒っているファンだけじゃなくて、やけになってカープの応援を始める阪神ファンまでいて、球場全体がカオスな雰囲気になっていたんだ。確かにそんな状態で、何の見せ場もなく終わったら暴動が起きてもおかしくないな。ただ、1-8と見せ場なく終わった第1戦に続き、第2戦も特に見せ場なく、2-7で最終回を迎えた。これはまずい。そして9回裏も上本選手、鳥谷選手が凡退し、2アウトランナーなしにまで追い込まれる。そこで打席に立ったのは4番のマートン選手。右打席に立つ彼の目には、5番の俊介選手に代わってネクストバッターに立つ檜山氏が映ったんだ。この時、おそらくほとんどの阪神ファンは、せめて最後に檜山の打席を見たい、と思っていただろう。そしてその気持ちを一瞬で理解したマートン選手は、絶対に檜山さんに回さないといけない、と考え、ミコライオ投手の3球目をライトに弾き返したんだ。一塁ベース上から、あとは任せたぞ。とばかりに、檜山氏へジェスチャーを送るマートン選手。場内アナウンスが代打を告げ、息に感じて打席に入る檜山氏。勝敗を超えた山場がそこに訪れた。もうここまでで感動しちゃうな。様々な人からの期待に応えるべく打席に立った檜山氏だったが、対するミコライオ投手相手には、シーズンで2打席に三振と抑え込まれていた。そんなミコライオ投手の初球は、低めの153キロのツーシーム。これを冷静に見逃せたことで、檜山氏の中で苦手意識が消えた。そして、2球目。内角低めの154キロのストレートを完璧に捉えた打球は、タイガースカラーに染まるライトスタンドのポール際へ、後に22年間の中でもあれほどうまくミートできた打席はない、と語るこの打球が、CS、日本シリーズを合わせて、ポストシーズンにおける史上最年長本塁打となった。やっぱり、代打の神様、は伊達じゃないな。それで球場の雰囲気はどうなったんだ。阪神ファンだけでなくカープファンまでもが拍手喝采。私の周りにいたファンは大体みんな泣いてたよ。暴動ムードが一転、みんなそのホームランに感動したんだな。そういうことだね。
こうして通算代打起用回数、代打安打数158、代打打点数111、すべて歴代2位を記録した代打の神様は引退したんだ。これで解説は終わりなんだけど、いかがだったかな。思っていた以上に挫折を経験していることも分かったし、それを乗り越えるための努力を続けていたからこそ、代打の神様と呼ばれるまでになったことが知れてよかったぜ。プロで結果を出し続けることの難しさが分かった気がするね。本日はご視聴ありがとうございました。この動画が好評ならこのシリーズを続けようと思っているから、高評価やチャンネル登録、コメントなどで応援していただけるとありがたいぜ。では、またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。